先日ハワイに住む友人コウスケさんが他界しました。彼は僕らにとってとても頼りになるご近所さんであり、週末サーフクラブの大事な仲間でした。今ハワイは6時、コウスケさんのお葬式セレモニーをやってる最中です。日本では今1時なんだけど、同じタイミングでこっちでもちょっとした、セレモニーをしようかと思ってですね、まずは花を買いに来ました。やってる？花を買いに来ましたが、閉まってました。おお、ここで花を、お花を買いましょう。オッケー、ありがとう。すごいです。うわー、すごい。あー、飛ばされる。ちょっと、コウスケさん、がんが発覚してから数ヶ月、壮絶な戦いでした。本当によく頑張ったと思います。最後は家族や仲間に見守られて、とても安らかに旅立ったそうです。僕はこの知らせを離れた日本で聞くことになりました。何もできないことにもどかしさを感じ、今の自分にできることは何かと考え、結果トリビュート映像を作ることにしました。今ちょうどセレモニーが始まったみたいです。こっちももうすぐ海に到着。あまりしんみりするのは好きじゃないので、彼をフィーチャーする形でハワイ週末サーフクラブの思い出を映像にしました。使った曲はコウスケさんのお気に入りの曲 Life is a Beach、 JP ラムの作曲で、僕が作詞をお手伝いしました。ご覧ください。Rain.
suntans and copper tone. Give me Mai Tai, beach fries and big rainbows. I want some lily coin, coconut, my snow cone. Oh yeah, oh yeah. Kimi to taiyou sae areba ekao de ireru. Futari de let's play, soshite surf all day. ちょっともうさ、泣かさないようにしてるんじゃない？マジで、うん、もう半端じゃない。やらとけと。よし、でもよし、レッツゴー。そして、コウスケさんが他界した翌週のこと。サーフクラブのメンバーが久しぶりにダイヤモンドヘッドの海に入りました。その瞬間、会場に大きな虹がかかったそうです。それはまるでコウスケさんが優しく語りかけているような虹でした。コウスケさん、そちらの波はどうですか？ I hope the waves are good up there.日本でも昨日帰国後初めて海に入りました。やつが4年ぶりに日本で入水してます。波は小さかったけど、それでもちょっと気持ちがすっきりしました。ふと空を見上げると信じられないことが起こりました。普段見たことのないような虹というか彩雲かな、虹色の光が頭上に大きく広がっていました。すごいですよ ね。すごい。なんで出てんだろう。6時のニュースやるんじゃないですか。コウスケさんパワーで、コウスケさんパワーだよね。え、珍しいじゃん。2 I hope the waves are good up there.